この巣場。それは本当なのか。はい、アクセルに赴任していた兵士たちからの話なのですが、皆一様にこう証言をしています。ダスティネス卿は庶民たちから慣れ慣れしくからかわれていたと。にわかには信じがたいのですが。報告ご苦労、下がってくれ。報告を鵜呑みにするわけではないが、やはり気になるな。ダスティネス卿が貴族としての立場を冒険者たちに利用されていることも考えられる。そうだ、次の休みに。貴族として。いらっしゃいませ。ケモミミカフェにようこそだ。ワン、このようなところで、しかもあんな格好で、ダスティネス卿は一体何をしているのだ。申し訳ございません、ご主人様。ミスばかりの私にお仕置きを。さあ、だ、ワン。え、お仕置き？いや、ここ普通の喫茶店だよね。だが、放置プレイも悪くない。ワン。君、ちょくちょくここでバイトしてる子でしょ。そこまでする店じゃないのに、なんていうサービス精神。ぜひともこれからはひいきにさせてもらうよ。頭が痛くなってきた。よう、ラロティーナ、今日も元気そうだな。ラロティーナと呼ぶな。それに貴様、なんだその目は。その飢えた獣のようないやらしい目で私の体をじろじろと舐めるように見ているだろう。そこまではしてねえよ。ダスティネス卿は一体何を言っているのだ。これは聞いていた話と違う意味でまずい気がする。とりあえずここの客たちにも話を聞いてみよう。うん、ダクネスのことが知りたいってか。まあ問題児パーティーの一員ってのも納得の女だよな。すぐに興奮して変なこと言い出すし、あんな貴族もいるんだな。
このままだと貴族全体の評価が下がってしまう。アイリス様から注意してもらうべきか。なんか言ったか。しかしダクネスは高貴な出にしては優しいよな。貴族のイメージ変わったぜ。優しい。はあ、誰に対しても態度変えないしな。だからこそ俺らもからかっちまうんだが。どのような形であれ民から慕われてはいるのか。それは私には真似できないことかもしれない。ダスティネス教も間違ってはいないのかもな。民と関わってこそ見えてくるものもあるか。私としたことが事実も確かめずに疑ったのは早計だったな。少し癖はあるが、この町の人たちは皆いい人ばかりだ。よし、レインにもこのことを教えて。あーくそー、また大損だよ。俺って運だけはいいんじゃなかったのかよ。この声、やつだ。まずいぞ、そろそろすっからかんだ。こうなったらダクネスの実家に援助を頼んでみるか。兄弟はほんと人脈がすげえよな。最悪働かなくても食っていけそうじゃねえか。いやいや、それほどでもある。なんたって王女様にも気に入られてるからな。すごすぎるぜ。よっ、人脈モンスター。貴族連中から金引っ張れたら俺にも恵んでくれよな。はっはっはっは、任せとけ。何しろ俺はアイリスに兄と呼ばれし男。カズマ、アイリス様の名を汚すような発言をするのならば今ここで切り捨てて。なんでここにクリアが。とにかく逃げるが勝ちだ。あ、俺は関係ないからな。逃げ足の速い。あの男だけは今後も警戒しないといけないな。この巣場